はい、皆さんこんばんは。アクションスタイルのまいです。今日もブログに書いた内容を YouTube で語る企画をやっていきたいと思います。今日は歩くときにちょっと意識すればいいことについて語りたいと思います。今年末なので忘年会季節で、飲んだり食べたりする機会がすごく多いと思うので、それを楽しむためにも、罪悪感なく楽しむためにも、特別なトレーニングをすることはすごい大事なんですけど、それだけじゃなくって日常生活で意識していくだけで、ちょっと体が変わったりすることがたくさんあるので、それについてお伝えしたいと思います。歩くことは誰でもすると思うので、その時にちょっとただ歩くのだけではなくって意識してやってみていただけたらと思います。はい、ちなみに私も今日は忘年会でこの YouTube を撮るために早く帰ってきたですけど、もうこんな時間になってしまいました。今日はちょっと進化したバージョンです。きついかもしれないけど無理せず、でもちょっとだけ頑張ってやってみてください。はい、それでは行きたいと思います。まず体をまっすぐにします。プランクの姿勢になってからひねるひねるひねる、はい、脇の力を使ってひねりながら、お腹の力も抜かずに呼吸をひねるたびにふっふって吐きながら一緒にやっていきましょう。はい、Ready. では行きます。 3, 2, 1. 歩くときに意識することです。はい、歩くっていうのは毎日日常誰しもやることだと思うので、そこでちょっと意識してやってもらうと日常生活でとても意味があるなと思うので、今回それについて語りたいと思います。まず歩く前にしっかりまっすぐ立ちます。イメージとしては頭から、操り人形のように紐がピンとついていて、そこから引っ張られているイメージでしっかり立ちます。その状態で、お腹になんか誰かキャラクターがいるっていうイメージで、そのキャラクターに引っ張られてお腹から歩き出すっていうイメージがとても大事です。頭や足から行くのではなくって、お腹から歩き出すっていうことが